ポリネシア系の少女の肖像、キャンバスに油絵、1910年頃。ワイアケアカハン、キャンバスに油絵、1920年頃。ヘレントマス・ドランガは別名をキャリー・ヘレン・ドランガといったイングランドのオックスフォード出身の画家。20世紀初頭のハワイの風景や風物を描いた作品を多数残した。彼女は1896年に ハイ観光で、後に商人となったシオドア・オーバスタス・ドランガと結婚し、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランドに居住していたが、その後1901年に、夫妻はハワイ島の広に移り住み、そこで後に長じて、海類学者となる長男シオドア・トマス・ドランガを育てた。九百二十年代から九百三十年代にかけて、彼女の絵画作品は定期的に雑誌、 パラダイス・オブ・ザ・パシフィックの表紙を飾った。彼女は1940年に死去する直前までヒロに居住し続けていた。ヘレント・マス・ドランガはヒロで没し、カリフォルニア州サンディエゴに埋葬された。作品の多くはハワイの風景画であるがハワイの先住民や中国人の姿を捉えた作品もよく描いた。ヘレント・マス・ドランガの作品が公開されている。 施設としては、コノルル美術館や、ハワイ島広のライマンハウス記念博物館などがある。ありがとうございます。